皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学文字式の2回目、今回は文字式の小割り算の答えですね、この表し方についてお話しします。文字式の割り算ではその答えの小、これは割り算のこの記号の割る、これを使わないで分数の形にして表します。その時割る数、後ろにある部分ですね、これが分母に、割られる数、前の部分、これが分子にきます。括弧 1a÷3、 この場合はこの3割る数が下に来て3分の割られる数を上に行って a と、 a÷3 は3分の a と、前が上、後ろが下と、このようになるんですね。括弧に 5÷x、 ね、前が上、後ろが下ですから x 分の5と、これが答えになります。2番、この負の符号、これマイナスですね、これは分数の前につけると、こういうルールもあります。括弧3、-4÷a、 これ a 分の -4 と書きたいんですけれど、このマイナスは前につけてマイナス a 分の4、このように表します。括弧4、 x÷-7、 これもマイナス7分の x って書いちゃいそうなんですけれど、マイナスは前につけてマイナス7分の x と、こうやって書くので覚えてくださいね。3番です。括弧の式を数字や文字で割る場合、この分子の式の括弧、この部分は省略します、なくなります。括弧5、 x+y 括弧閉じ割る a、 この場合は a 分の x+y と、最初あったこの括弧の部分はなくなります。 a 分の x+y とこうなります。6番、括弧 a-b 括弧閉じ割る8、これも8分の a-b と、こうなってこの括弧の部分は省略されてなくなります。4つ目です。分数で割る場合ですね、この場合は逆数を使って掛け算にして計算します。7番の a÷3分の2、これ今までと同じように考えた場合、後ろが下だから3分の2分の a なんだね、こんななっちゃってちょっとおかしいですよね。ですからこのような書かないで、考え方としてこの割る3分の2の部分を掛け算に直して a×2分の3とこうなりますね。そうすると掛け算のルールです。A と数字の2分の3をかけると、数字が前に来るので答えは2分の 3A とこうなるんですね。今回は文字式の割り算の小の表し方、まず割るのこの記号を使わないで分数の形で表す、その時後ろが下で前が上と、ね、割る数が下、割られる数が上、こうなります。でマイナス、これは分数の前につけると、括弧の式を文字数字で割る場合、分子に来る括弧のあった式、この括弧はなくなって表すと、それから分数で割る場合、これは逆数を使って掛け算にして計算すると。今回はこの文字式の小の表し方、4つのルール覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。